出身皮膚炎虫刺されにリンデロン V.S. ローション塩の木からピンポンそうですねでも本当にすごい撮影は楽しくてなんかすごく可愛い振り付けであのバース広がるみたいな感じであの本当にすごく楽しくてあそうですねこう広がる時のこう手のこう角度だったりとかプシッと綺麗よく伸ばしたりとかそういうところはこう意識して踊らせていただきました。 「でも楽しい」っていうのがすごくコンセプトの CM だというふうに伺っていてあの、まあ、本当に自分自身楽しかったですしそのあと私もこう小さくなって登場したりするっていうふうにも聞いていたので楽しさが伝わればいいなと思いながらやらせていただきました。あの最近こうちちょっとと日本のの文豪たちの小説とか なんかこうまあ、ミュージカルとか舞台とかそういうなんだろうなクラシックな映画とかなんかそういうのを今まではちょっと自分には難しいかもしれないと思ってなんとなく敬遠してしまっていた部分もあったんですけど最近こうようやくその魅力というものにあの少しずつ気づけていけているような気がしていてもっとそういう作品に触れたいなって思ってます。